品種改良やっていこうと思います。樹液出るの間違いなくこの木だと思う。うわえぐ、待ってバリでかい平田入ってる。こんにちは、ステイ君です。今ですねバイクで林道を流してるんですけども、今日はこんな感じで林道をバイクで流して新規開拓やっていこうと思います。それではやっていく。ネギが生えてるところ、あれクワガタを見つけました。これクワガタか、あ、クワガタいるやん。よいしょ、何クワガタ、スジ、ホクワ、これはホクワだね。こっちね、結構でかい巨木がね5本ぐらい並んでるんやけど、俺が気になるのはあっちの幼木かも。うん、幼木の方がねクワガタついてること多かったりするんだよね。意外と幼木はね樹液が出やすいんですよ。しかもこの幼木結構ダメージを受けてるように見える。ほら受けてるぞ、ダメージかなりこいつは。でダメージを受けてる幼木がなんでいいかっていうと、ダメージを受けてるってことは他の虫からダメージを受けてるってことになるよね。ほらこことかも多分あそこも切れてるよね。ってことはこの木は他の虫からのダメージを受けていて幼木なんだけど、ダメージを受けてる幼木になるんだけど、そういう木っていうのはまあ、すぐねなくなっちゃうんよ。そうダメージを受けてる幼木って勝手に枯れちゃうんだよね。そう人は切ったりしなくても虫からのダメージを受けて勝手に枯れちゃうんだよね、そのダメージを受けてるタイプの木はね。まあでもここは多分去年は虫がついたんだろうけど、今年はついてないのかな、もしかしたら。あ、でもカナブンはついてるね。あ、これ栗だ。ここまでクヌギなのにこいつだけ栗なのか。なんか葉っぱの感じがねクヌギと違うのかと思ったんですよ。だからちょっとよく見てみたら栗でした。お前は栗なんかい。まあ、栗もねカブトムシカブトムシつかないわけじゃないんですけども、めちゃんこ樹液の匂いすんなと思って上見たらクヌギ林でした。ここえぐ。でもこうね斜面になってた道路なんですよ。しかもね音聞いてもらったら分かると思うんですけど、まあまあの頻度で車通ってるんですよね。だから木蹴っても落ちたら引かれるんちゃうか、マジで。あんま、じゃあ木蹴って採集するのは良くないかもしらんな。めっちゃたまに樹液の匂いがするぞ。これはクヌギじゃないのかな。クヌギっぽくない？うわ、あのここにキタテハとかが飛んでるっちゅうことは多分ね、そういうことよ。樹液出るの間違いなくこの木だと思う。うわ、えぐ。え、一個だけね、皆さんに面白いことを言っておくと、樹齢の立ってる木っていうのかな。うわ、この木、ありのせやん。なんていうんですかね、でかい太い木でこんな風なうろがつく木ってなんでかっていうと、多分さっきも言ったと思う、スズメバチがおる。さっきも言ったんですけど、木って細い段階に虫に疲れると枯れちゃうんですよね。高確率で木が枯れちゃうんですよね、細い段階でこうやっていっぱい木に虫がつくと。うわー、スズメバチおるし、樹液出てんのやん。さあ、めっちゃスズメバチおる。うわー、めっちゃスズメバチおる。これ樹液すごっ。え、樹齢なんねんよこれ。だって怖っ。ワーカーもいるな、スズメバチ。ワーカーがいると採集しにくい。うわー、あそこもだ。そりゃこんだけ太けらね。うわうわ、まあ樹液吸ってるスズメバチは割と安全だったりしますけど、ワーカーは安全にないんやって、マジで。もうガチで危ねえわ。足元がないっていうのもねまた問題ポイント。いってちん、待って、バリでかい平田入ってる。
見える？ちょっと出さないかんくね、これは。え、待って、バリでかいよ、これだって。ちょっと GoPro 使います。取れた、取れた。あ、割と簡単に取れた、よし。ごめん、取れたよ。なんかめっちゃでかいかなと思ったけど、思ったよりって感じだった。6センチはありそうですね。新生虫の平田です。やば、平田が入ってるんだ。ちょっと待って、エンチン缶があればこいつらなんてことないんだけど、エンチン缶ないおかげでだいぶ脅威、本当に。このスズメバチが、ん、なんか落ちてたの今。足元とかどう？めっちゃウロあるやん。そりゃこんだけでかけらね、ウロぐらいいっぱいあるでしょうね。あ、ここも入ってる、ヒラタが。あ、隠れちゃった。この中もヒラタ入ってましたね、今。あの上も樹液すごいしさ。え？なんだこの木。いやね、この辺、いて。樹液の匂いすごいなと思ってたんですよね、最近。でも、ノコいないな。ノコはやっぱ木の上の方ついてる説あるな、これで。あ、待って、これ平田いるやん。ちっちゃいけど。待って、顔の前に虫がやばい。待って、木のめくれを剥がすんじゃなくて、平田け、あ、飛んでいった平田が。あったあった。平田ですね。この子はリリースしておきましょう。同じ場所にリリース。うわ、この全てがさ、クワガタとか生き物たちにとって快適な空間になってそう。なんかツタがね、枯れたツタが巻きついてるんだけど、このツタも剥がしちゃえばクワガタ取れそうな感じするんだよ、この辺。でもこれ剥がしたらダメな気がする。うん、これはウロと同じぐらい大事な気がするわ。よって剥がさないでおこう。え、ノコとか絶対、いやでもここのウロ、うわ、やばい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 、スズペパブチ、うん、噛みすぎね、うん、噛むとかおかしいし。この辺もさ、人間が割ったわけじゃなくて、もうめくれが広がりすぎて割れてるんじゃないかな。樹齢100年超えのガチでやばいお台場って感じ。これがお台場クヌギってやつか。人生で初めて見たわ、こんながっつりとしたお台場クヌギ。ここいないの？ここカナブンしかついてないのか。まあ昼間だからかもしれないですね。夜とかはノコが活動活発になって、活発化されて他の昆虫もついてるかもしれませんけど。あ、素晴らしいポイントだ、ここは。マジですごいとこ来た。わあ、その辺とかね、全部引っぺがせばなんか出てきそうだけど、まあ引っぺがしたりはしませんと。虫取りにおいて大事なのは、この場所で長く、いろんな昆虫を採集できるということが一番だと僕は。うわぁ、なに、この前面からも出てんの、ここやばすぎ。うわ、めっちゃ樹液の匂いするわ、すごいすごい。足元とかいそうなもんだけどな。あー、待って、ここ平田ついてるやん。よいしょ、ほら。うわ、これめっちゃクワガタいるんじゃない、この周りとかも含めたらね。えすごいな。いやー、これこの緑の葉っぱすんげー邪魔だけど、なんか剥がしたら負けな気がするから剥がさないよ、俺は。意地でも。さっき捕まえたこのヒラタクワガタ6センチは余裕であったんですけど、まあ、逃がそうと思います。こいつがね、ここに入っていれば、次はもっとでかいやつが、こいつのね、交代性で入るかもしれないので、こいつはここに逃がしておきます。じゃあなぁ。待って、生まれて初めて見たかも。ミヤマカラサゲハの集団給水だ。これ全部ミヤカラでしょ。は？えぐ！全部ミヤカラだよ。よいしょ。とっとっとっとした。あれ？ミヤカラじゃない、ミヤカラかなと思ったんですけど、ミヤカラじゃない。あれ、これってミヤマカラサギハじゃないのかな。てかやば、
これでオスかよメスかと思ったわ、バリでかいから。え、ちょっと待って、見て、ほら、やばくない？ギリギリまで近寄れんかな。ギリギリまでやってみよう。あー、もうダメ、立ったらすぐ飛んじゃう。やばくない？見えてる？みんなこれ動画でこの飛んでる数、軽く 2,30 はいるよ。ほら、あそこ何匹給水してんの。僕のチャンネルを見てくださってる方々は結構ね、虫の知識が多い方が多いので、まあ、みんな知ってると思うんですけど、カラサゲハとかミヤマカラサゲハってこんな風にして集団で給水を行います。まあ、実際問題、僕もこんなに集団もうびっくりするカミカミなんだけど、集団給水を見たのは初めてですね。やっば、いや、あそこさ、網でさ、バッて一すくいしたらさ、何匹取れるんだろうね。うん、やってみたいけど、全部ね、傷つけちゃいそうだからやらないけど。何ここ、めっちゃおしっこされるし。